株式会社さん桜は東京都中央区新富に本社を置く日本の紙製品メーカーである。大正から昭和にかけて名刺の代紙の銘柄に脇や花の名前を用いる習慣があったことから創業当初は桜名刺本舗という商標を使用していた。現社名は昭和23年の改祖に際し桜の中でもとりわけ日本的で、 桜の中の桜と言われ、元織のりながの歌、四季島の山和神を人とはバーサヒに、二尾府山桜花でも知られる山桜を採用した。デザインコンセプト級自体の桜を生かしつつ、現代的に単純化した造形をシルバーで表現し、コーポレートカラーの桜色をシンプルな正方形で添えている。この二つのコンセプトは伝統に立脚しつつ、 次の時代に踏み出していく新しい山桜のブランドイメージを表現している。桜色の四角、桜色の四角は山桜を生ける牡蠣。その形を名刺や封筒に見立てている。名刺や封筒はそこに情報を印刷したり中に物を入れたりして使います。牡蠣は生けられる花が主役ですが、花をより美しく見せるのも牡蠣です。当社も お客様にとって、そんな牡蠣のようでありたいという思いも、桜色の四角に込めている。旧シンボルマークには、桜のデザインが使われていた。1967年に、テレビ CM を開始、根岸小道が1965年にデザインした、山ちゃんと、同じく1967年に生まれた、桜ちゃんの登場する、人形アニメーション、作画によるアニメーション等、歴史とともに、 様々な CF 作品が生み出された。CM ソングの歌唱は、熊倉和夫である。テラスを持つ建物であり、客やデザイナー、地域住民との出会いの場を提供。墨田区 3M 運動の名刺と紙製品の博物館にも認定されている。常設にて、名刺の歴史や成り立ちを、よもやま話で知ることができる。また、年3回の企画展では、名詞のほか桜や、 和紙様々な紙製品に関する展示を楽しむことができ、展示に関するトークショーなども行っている。ありがとうございます。